バスいんのこれ。来た来た、めっちゃいい雨降ってる。うー、走る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 。これで当たりが出たら今日は60が取れる。こわっ、何これ、みんな滑って降りてってんのこれ。あ、痛い。今日は、昨日に引き続き大懸垂真夏のリザババックウォーターに来ました。バスいんのこれ。めっちゃ浅いけどめちゃくちゃ浅いけど、これこいつ。うわ、くわん。どっか行った。風で見にくなった。45センチ以上はありそうな、なんかフラフラってなんか岸をフラフラって見に来たから、これを先にチョンって投げたらめっちゃ鼻先まで行って、でもすぐプイって反応はした、反応はしたから釣れなくはないと思うんだけど、どっか行った、風で見にくなった。もっとやる気があるやつはおるやろ、奥に。お、いるじゃん、いるじゃん。あれ、恋か、いや、バスやね。え、あ、恋か、恋か、あ、恋だった、恋狙っとった。恋かい。闇に変えました。そして爪が割れました。なんかあの辺にいそうな気はしてる。地蔵さんがおった。うわあ。嫌がるの。お、あっ、
完全に。はい。今食う前になんかギルかなんかわかんないけどなんかトントンって当たってでそいつが離してブルンって離れた瞬間にあのヒョロヒョロがグワッてこっち向いてバーって近づいてきてパクって食ったんですよ。結果切られたけどなんかすごい予想外の動きにめっちゃ反応してきた。ああいうバスがいっぱいいれば釣れる。今日も釣れてしまうかもしれない。そして今日は人が全然いない。めっちゃラッキー。やっぱ平日だからか。ちょっと待ってな、今準備してから待ってなさいね、そこで。あー行ってしまう。待って待っててって言ったじゃん。消えました。消えたけど、やっぱこの辺が好きなのはすごくいいけどいないな。いません、いないので、ちょっとさっきのとこ戻ってちょっと広範囲で。おお、やばいやばいやばい。ああいう出方をするならこれで、バスが入れ替わり立ち替わり入ってくる。わわ、売り出した売り出した。めっちゃいい雨降ってる。これだよ、これこれ。これで魚もバカになる。来た。
やっぱりね、夏といえば皆さん何ですか？夏といえばアイスでしょ。私は今ね、一本釣ったし気分もいいし暑いんで、ガリガリ君が食べたい。スイカバーもいいんですよ。スイカバーも美味しいけど、私はね、ガリガリ君に目がないんですよ。新作が出ると絶対買うの。だからコンビニに行きたい。ついでに移動みたいな。バスがいた。気づいた？あ、あいつベイト売ってんの。あいつベイト売ってるの。ミスすぎ。なんかアロワナズリみたい。走る、うー、走る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 、うわー、やったー。ガリガリ君前にもう一本釣れた。ガリガリ君がよいしょ。はい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 、はい、あーあー、待って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 、よいしょ、ダメだー。はい、よっしゃー。移動前に見つけた君を食わせました。ガリガリ君、あ、でもなんか言うほどそんな細くはないですね。はい、じゃじゃーん。なしにしました。そうだ、回りましたよ。もちろんもちろんあったけど、やっぱりこう誰もが行く王道からは道を外れていく。一木スタイル、なしが一番美味しいんだよ。ガリガリ君は2位がコーラ、3位がソーダ。うん、これだな、優勝してるわ。うまっ。これで当たりが出たら今日は60が釣る。出なくても50アップ、目指せ50アップ。ということで、これを食べたらまたさっきと違うレジャー版に行って、今日はあんまり時間がないんで、サクッとこのガリガリ君のように
パクッと吸って、次のロケ地に向かいます。行ってきます。なんかどっち側がいいかな。ちょっと歩ける、あ、行けんのかな。初場所、ライザーさんで様子見。まあ追い込むのはこっちじゃないか。やる気あるやつだったら出てきそうだけどな。降ってきたね。やっていこう。少し下流に降りてきた。上流がね、あんまり魚が見えなかったんで下流に降りてきた。で、ずっとここ浅いのがずっとずっと続いてて、ずっと歩ける。で、そのブレイクから魚を食い上げて、多分ここがフィーリングポイントになると私は踏んでいるんだ。なので、まあこの辺からやっていこうかな。これで見切られるようだったらライザーに変える。飛距離重視でライザーにした。お、来た、出た出た出た。さっきのやつかな、ちっちゃい。出たけど、これ乗せんの難しそう。いや、すごいな、出るな。ここめっちゃいいかも、場所的に。
タイムアップだ。悲しき、悲しい現実。また来よう。終了。運命の瞬間です。当たりが出れば60、外れれば外れか。